皆さんこんにちは、市民リポーターの北村さと子です。今回の企画、米原は遊びの宝島では、米原市内の遊び場をいくつか紹介したいと思います。米原には伊吹山と霊仙山がそびえ、森林に蓄えられた水は姉川や天の川となって地域を流れ、琵琶湖に注ぐという水と緑に囲まれた自然豊かな地域です。そんな自然豊かな米原には、子供だけでなく親子で楽しめる遊び場がたくさんあります。その中でも特に夏場に楽しめる遊び場を、実際に私も体験しながら紹介していきたいと思います。それでは早速行ってみたいと思います。まず最初は上乳にある上乳冒険遊び場です。この緑が生い茂る山の中にはどんな遊び場があるんでしょうか。上乳冒険遊び場にやってきました。それではプロジェクト系の寺田さんにお話を聞いてみたいと思います。寺田さん、よろしくお願いします。はい、こんにちは、プロジェクト系の寺田です。ここの、上乳冒険遊び場を始められたきっかけは何だったんですか。はい、最近のやっぱ子どもたち結構家の中で遊ぶことが多くって、まあ、こういう自然の中で遊ぶ機会がどんどん減ってると思うんですね。で、自分たちやっぱちっちゃい時は本当にこういう山とか川で遊んだ経験があって、そこからまあいろんなことをこう教わったり習ったりしたと。だからそういうことを今の子どもたちにも経験してもらいたいなということで、始めました。ああ、なるほど。はい、ではここにはですね、一体どういった遊びができるんでしょうか。はい、基本的にはあまり大人が手を加えないで、子どもたちの好きなようにこう遊べる、まあ、そういう環境だけを作ろうということを、まあ、基本にやってます。で、申し遅れましたけど、ここを使ってもらうのはもう全く無料で、どなたでも自由に来ていただけるということです。ただ、全く何もないと子どもたちも、遊ぶきっかけというのがないんで、少し大人で、遊び道具とかを、作ってます。はい、手作りなんですか。そうですね、地元の方に協力いただいて、みんなで協力して作ってます。寺田さん、はい、これはもしかしてツリーハウスですか。はい、大人が作った立派なツリーハウスが向こうにあるんですけども、これは本当に子どもたちが中心になって子どもだけで作った、ツリーハウスです。まあ、基礎とかちょっと、大人の力も少し、入れてますけども、基本的にはもう大人は口出しせずに、子どもたちが自分たちで、作りたいように作った、ツリーハウスです。あ、なるほど。もう子どもたちの力で作ったツリーハウスなんですね。そうですね、はい。寺田さん、こちら大きなブランコですね。はい、そうですね、遊び場に来た子どもも大人の方もまずやっぱりこのブランコが目について、皆さん、楽しんでおられます。これはやっぱなかなか子どもだけではできないので、大人の方が、力を貸してあげて、作りました。で、3年経ってちょっと竹とかが弱ってきまして、先日取り替えたばかりです。まだまだ遊んでもらいたいなと、思ってます。はい、なんか絵本に出てきそうな可愛らしいブランコですね。そうですね、気持ちいいですね。はい、このタイヤは何なんでしょうか。はい、これも子どもたちにすごく人気の、ターザンロープです。最初距離短かったんですけども、今では結構、50メーターぐらいの、長さになってます。で、これは大人が作ったんですけども、最初に言いましたけど、基本的にこういう姿勢の中で子どもたちが自分たちで遊びを見つけてほしいと、大人がこう思ってるのと子どもの価値観でいいんですか、結構やっぱ違うと思うんですね。で、大人はね、こんなものと思うんですけども、子どもたちにとったら本当に楽しくて、面白い、まあ、そういう要素がいっぱいある、自然ですので、そういう中から子どもたちが、自分たちで遊びを作ってくれる、まあ、そういう手助けを、していきたいと、思ってます。そうですね、こういうのなんか子どもさん好きそうですもんね。こうタイヤでね、こう捕まったりとかして。はい、ただ本当に飽きるのは早いですから本当に面白くなくなればもうすぐ違う方に興味を持って遊んでると、まあ、それでいいと思うんですけどね。はい、これしなさいあれしなさいというそういうことではなくって、本当に楽しいことを、自分たちで考えながらやってくれる、まあ、そういう環境を作っていってあげたいと思ってます。ではここで遊びに来ている子どもたちにインタビューしてみたいと思います。今日は、ここには何回目ですか、遊びに来たのは。初めて。初めて。じゃあ
今日遊んでみて何かどれが一番楽しかったですか？タイヤのぶら下がるやつ。ありがとうございます。ここに来て楽しいですか？楽しいです。じゃあこの中で何が一番楽しかったですか？木や竹で何か作ったりするのが楽しいです。よかったね。ありがとうございます。上乳の冒険遊びは毎月第4の土日に、やってますので、また皆さん、遊びに来てください。で、遊び場には常に大人が見守りということで、2人か3人プレイリーダーということでおりますけども、そうですね、本当は子どもたちだけで、自由に遊んでほしいんですけども、大人がいることでよりやっぱり子どもたちも、楽しくなる、そんな遊び場を、目指していきたいと、思ってます。これからもよろしくお願いします。はい、楽しかったです。本当にありがとうございました。ありがとうございました。続いては池下にあるグリーンパーク3棟です。テニスコートやキャンプ場がありますが、ここにはどんな遊び場があるんでしょうか？それではグリーンパーク3棟の支配人寺田さんにお話を聞いてみたいと思います。寺田さん、よろしくお願いします。はい、グリーンパーク3棟の寺田です。よろしくお願いします。ここグリーンパーク3棟はどういったところなんでしょうか？これね、こちらは、総合宿泊アウトドアレジャー施設となってございまして、年間約10万人のお客様にご来場いただいております。その中でも主に4つの、施設を、おすすめさせていただけたらと思います。はい、その4つとは、まずはドラゴンスライダーですね。お子様に、一番人気のある施設なんですけど、100メーターのローラー滑り台となってまして、山の上を登るのがちょっと偉いんですけど、上に登っていただくと、眼下に米原市を見下ろすことができまして、そこから、マットを引いていただいて、100メーター、風のように滑り降りていただくという、非常にお子様に人気のスポットでございます。じゃあ2つ目は？2つ目は、アスレサーキットコースですね。こちら200件頂戴してるんですけども、全20ポイント、地元旧三島町になりますけども、そちらの歴史にちなんだ、全20ポイントのコースとなっておりますので、こちらは本格的なコースとなってますので、お子様に限らず、お父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃんも必死になって汗を流して、遊んでいただいている施設となります。はい、じゃあそれでは3つ目お願いします。3つ目は、隣に三島幼稚園がございまして、そちらの一部であります天狗の丘というところが、まだ未就学の、お子様をお持ちの、ご家庭におすすめさせていただいております。幼稚園の施設ということですので、非常に安全性も高く、ちっちゃなお子様でも十分元気に遊び回っていただける施設となってございます。じゃあ最後4つ目お願いします。4つ目は、この夏休み中限定なんですけど、このキャンプ場の中に、約水深が 2,30 センチしかない、安全な小さな池がございまして、そちらに、水を引き込みまして、少しでも、キャンプライフや、地元の方が涼んでいただけるようにと、水遊びができる場所を設けております。そうなんですね。もう本当に子どもから大人まで、もう家族みんなで楽しめる施設がたくさんあるんですね。そうですね。こちらでやっぱり親子の絆というものを深めていただきたいと思いまして、そういった施設でぜひ遊んでいただきたいと思います。ではここでちょっとお話を聞いてみたいと思います。すいません、今日はどちらから来られましたか？今日は大阪から来ました。大阪から。はい、じゃあ次子供さんの方に聞いてみたいと思います。今日はここに来て楽しかったですか？はい、楽しかったです。よかったです。じゃあこちらの男の子にも楽しかったですか？はい、とても早かったです。早かった。このドラゴンスライダー、楽しかったです。ありがとうございます。怖かったけどちょっと楽しかったです。すごく怖かったです。で、今日は何か一つお知らせがあるということで。そうですね、前原の皆さんにはぜひ、遊びに来ていただきたいと思うんですけども、はい、前原市内の小学校の方に、学校を通して、ゴールデンウィーク付近にですね、こちらを配らせていただいています。今日北村さんも、体験していただいたアスレサーキットコースなんですけども、通常200円かかりますけど、これは皆さん1人1枚配りまして、2回チャレンジできる券をお付けしてますので、鴨池荘のフロントへ
私たちがいますので、これでお使わせてくださいと持ってきていただいたら2回やっていただきますので、ぜひチャレンジしてください。よろしくお願いします。とっても楽しいので、ぜひ皆さん遊びに来てください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。最後は上乳にある鮫貝養豚場です。鮫貝渓谷の上流にあり、ニジマスを中心とした魚と触れ合うことができますが、ここではどんな遊び場があるんでしょうか。それでは鮫貝養豚場の神取さんにお話を聞いてみたいと思います。神取さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。こちらの鮫貝養豚場では一体どういう遊びができるんでしょうか。はい、この鮫貝養豚場で一番人気といえばやはり餌釣りです。餌釣り場は小さなお子様からおじいさま、おばあさままで、皆さんが何も持ってこなくても簡単に釣りを楽しむことができます。そしてまたこの自然の中をゆっくりと散策していただくのも人気があります。そして、今だけなんですけども、ミート三成店っていうのを今この地域でやっていまして、それに合わせて3つの体験を楽しんでいただこうという体験を作りました。1つは釣りを体験、1つは塩焼きを体験、もう1つは豪快な餌やりが体験できます。この三つなり体験の釣りは、釣った魚を買い取るのではなく、20分間好きなだけ釣っては魚を離して、釣っては魚を離してという、本当に釣りが楽しめる体験になっております。はい、そちらはもう今の時期しかできないんですね。そうですね、ちょうど今年石田三成にちなんで地域が盛り上がってますので、はい、それに合わせて体験を作ってみました。なるほど。今日は遊びに来てみてどうでしたか。チョウザメがいるところで水遊びができたりして、とても楽しく過ごせました。ありがとうございます。今日はここに遊びに来て何が一番楽しかったですか。魚釣りが楽しかった。たくさん釣れた。中くらいのが一つと大きいのが一つ。すごい、そんなに釣れたんだね。よかったね。お父さんの方にもじゃあちょっと聞いてみますね。今日はね、子供といろんな体験ができればなと思って釣りに来ました。楽しくね、これ遊ばせていただいているので、こういう施設がね、近くにあっていいなと思いました。ありがとうございます。鮫貝養豚場は年末年始以外ずっと空いております。また入場料は大人の方が500円、高校、大学生の方は300円、お子様は中学生までの方は無料となっております。夏はかなり気温が低いので、皆さん喜んで来てくださいます。どうぞ皆さん、ぜひお越しください。ね、周りに水がね、たくさんあるので、はい、やっぱりここ涼しく感じますもんね。そうなんですよ、はい。本当に今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。皆さん、いかがでしたか？今回、たくさんの遊びを体験してきましたが、子どもと大人と一緒に楽しめるものばかりだと思いました。また、たくさんの方にお話を聞く中で、県外から来られるという方もたくさんいて、とてもびっくりしました。自然豊かな米原には、学校では教えてくれないことをいっぱい学ぶことができる楽しい遊び場がたくさんあります。この夏、今回紹介した遊び場でぜひ遊んでみてはいかがでしょうか。